はい、うん、綺麗、いいっすよ。いや、ないですね。なんか雑念なんで、なんか意識って多分なので、やっぱりその作品、その演じている役にそのなんかなりきるじゃないですけど、なんかそういう、まあ真摯に向き合うっていうか、なんかそういうところでなんかちょっと一個自分がこうもっとこう見せなきゃとか、なんかそういう意識があったら多分邪魔しちゃうんですよね、きっと。なので、まあもちろん大事なんですけれど、なんかそれってなんか例えばその舞台の本番中に起きたハプニングとかで、じゃあ次はこうしようみたいな、あの起点の聞かせ方とかそういうのは大事ですけど、それ以外はもう別に何も意識することなく今までやってきた、まあお稽古とかなんかそういう中でやってきたことを出すだけというか、あんまり考えてないですね、そういえば。はい、これ卵崩しちゃっていいんですかね。はい、崩して来ないように。うわ、超うまそう。おい、いや、もう一つ持ってくるからここ置いて、おい、刺身だらよけて。そうやん、いいですね。ありがとうございます。うわ、美味しいですか。めっちゃうまい。うわ、うまっ。超うまい。ありがとうございます。うん、で、また岡野さんと旦那さんがね、うん、はい、素敵な感じで、旦那さん素敵だってパパ、うん、ありがとうございます。はい、なんかね、いつまでも利用できるものなら僕も全然やっていきたいなと思ってるんですけれど、やっぱりね、その自分が今まで武器としてやってきたものだけじゃもうこの先は多分続いていかないなっていうのは、それはもうだいぶ昔から思ってたことなので、寿命は来るじゃないですけど、なのでなんかで僕自身がそのあんまり中身が多分相当男っぽい方だと思うので、なんか逆にある種等身大というか、割とすんなり入っていける役とか、まあちょっと強めな役だったりとか、まあ本当に最近体を動かす役っていうのもどんどん増えてきたので、なんかこっからまたいろいろ、むしろ本当の自分に近いところをどんどん見てもらえるような役っていうのはやっていきたいですね。でもまあもしあと4年経って30とかになった時にまだ可愛い役やってたら、それはそれで才能だと思いますので、はい、それは別に選んだりはしないですけど、なんかもし求めていただけるんだったら、なんかその時の自分の全てを出すだけというか、なので、何でしょう、でも強いて一つ挙げるならちょっとサイコパスの役というか、なんか犯人役みたいなのをやってみたいなって思いますね。基本的に犯人には犯人なりのなんか心情みたいなのもあったりするんですけれど、ぶっちゃけ本当にわからないところじゃないですか、それって。何か罪を犯して生きたわけじゃないので僕は。だからなんかそういう本当に上田圭介自身としては体験できない、体験していないことを演じるってなった時に、どれぐらい自分が戦えるかとか、どういうアプローチの仕方をするかとか、本当にいろんななんかやり方があると思うんで、なんかそうなった時にその作品にふさわしい選び方はすると思うんですけれど、なんかまだ全然経験をしていないところなので、やりたいですね、その単純に。いい感じ、真っ白になっちゃった手袋。いいんじゃない。本当ですか。行きます。お願いします。赤くなっちゃった。およし、ありがとうございます。よし、
あ、これぐらいあったらできそう。思ったより悪くないです。ウィーに出てきそう。わかるかな。いくですか。まあ、いっか。おお。ちょっとオリジナルバージョンになっちゃったけど。いやないですか。J トリッパーをご覧の皆さん、こんにちは。改めまして上田圭介です。今回僕は僕の要望でですね、北海道の方に、J トリッパーさんで行かせていただきました。この雑誌は僕自身ももう知っていまして、まあちょっとした俳優界隈では有名と言いますか、はい、いいなって思ってたところでお声掛けいただきまして、行かせていただきました。まあ、僕もそうですけれども、そのやっぱり読んでいただいている皆様に、そのここ行きたいなとか、ここ同じようなコース巡りたいなって思ってもらったりとか、なんかまあ多分初めてだと思うんです、そのジェットリッパーさんで雪景色というか、もう雪しかなかったんで本当に。はい、でもなんかやっぱ東京じゃ経験できないようなこともやっぱりさせてもらいましたし、僕もある種お仕事なんですけれど、ちょっと旅をしてるような気分で非常に楽しませていただきました。ですので、まあ紙面でもそうですし、ちょっとカメラさんの方も回っていただいてたので、なんか映像も楽しんでいただきつつ、なんか見ていただけたらなと。で、意外と上田圭介やるじゃんって皆様に思っていただけたら幸いです。まあ北海道は広いですから、まだもう本当に一部です、僕が行ったのなんて。なのでもし第2弾があるんでしたら、まあまだ北海道の行ってない場所たくさんありますから、ぜひ僕が紹介したいと思いますので、その際はまた皆様よろしくお願いします。それでは上田圭介でした。警察署と大通高校メディア局からのお願いでした。まあいいですね。はい、はい、はい、すげえ人がすごいっすね。やばいっすね。やばい、もうちょっと楽しみたかったね。でもいい気分だったね。札幌のグルメの情報